6月28日、正木公園体育館アリーナで第38回正木町卓球大会が開かれました。正木町体育協会主催のこの卓球大会、中学生を中心に一般の男性や女性が参加しました。午前中に行われた団体戦では抽選で選ばれた8チームに分かれ熱戦を繰り広げました。正木町体育協会で参加しているこの卓球部というのがございまして、その部員さんの並びに町民の一般の方、これ公募しましてね、それで開催する大会です。もう最近こういう形式を取るようになったんですけどね、もともとはもう自分の好きなペアを連れてきてそれで参加してたんですね。そうすると弱い人とその強い人なかなか一緒に組めない、そういうちょっとこう不公平感がありましてね、今はもう抽選で、でも中学生もこの大人と一緒に混ざってやっていただくという格好になったんですね。そういう部分では若い人もね、一緒に特に卓球の特徴であるね、年取った方と若い人、これが一緒に同じルールでやるスポーツというのはそうめったにないんでね、そういう部分で卓球なかなか特徴を生かしたやり方かなというふうに思ってますけどね。今はちょっと年々参加者が減ってましてね、で将来的にはその町内だけじゃなくて近隣の方も気軽に参加していただけるような、そういう大会にしていきたいと思ってるんですけどね。この日初めて組む即席のダブルスながら、選手は互いに声を掛け合いサインを出し合いながら戦っていました。年齢や性別も違う人と試合をする経験は中学生や一般の人たち双方に良い刺激になったことでしょう。